ここがクライネシャイディックっていうユングフラウヨッホへ行く中継地点ですけども、ここから歩いて下へ降りようと思いますが、目の前にいる年配の人が行くみたいなので、こちらへずっと下ってグリンデルワルツ、あのアイガーの下の方の村までどこまで歩けるか、疲れたら列車で帰ります。帰り道まで3時間ぐらいのうち、1時間ちょっと歩いたので、一休みしてビールでも飲もうかなと。道がいいのでそんなに疲れないですね。今から最後の下りに入ってきますけど、それにしてもいい天気で、半袖の T シャツ1枚でいいぐらい暖かいですね。さっき休憩したレストランがあって、ずっと山並みがあって、ここのこの辺りから昨日降りてきて、スタートしたのがこの辺りかな。こっからこうやって歩いて歩いて、フィルストから稜線をこちらへ向かって、この辺りから下へずっと、まだあの鳥がグリンデルワルトかな、そこへ向かって、多分ここから2時間ぐらいで降りていけると思いますけど、まあゆっくり降りていきます。それにしてもすごいのは、これがアイガーかな、アイガー。またパラグライダーが、ここだ、ここだ、すごいな、あの人たちは。どこにいるの、見えない。これか、これか、すごいね。一体どこから飛んでるんだろう。こんなとこ飛んだら最高でしょうね。とてもできませんけど、こういった、
今山岳列車が降りてきましたね。裏はだいぶ下ですね。まだ1時間以上かかりそうだな。ではまた歩きます。牛が首に鈴をつけてガランガラン。通り抜けて20分、30分ぐらいでホテルに着きますかね。もう村がもう目の前です。結構斜面がの角度が急だったんで足に来るな。足、指先が痛くなってきました。何しろ地面が硬いので時間がかかりますね。グリュンキという町というか、やっと、下界村の村にたどり着きました。所要時間が3時間半かな。案内にあった標準工程ぐらいで来たかな。すごい川ですね。雪解け水ですね。濁ってます。ではホテルまであと10分ほどなので、ちょっとあの上の方ですがゆっくり帰ります。